ごきげんよう、アスママです。今回もコストコの新商品やおすすめ品をご紹介させていただきます。8月の新商品のお惣菜など食べ方や感想は私個人のものですが、お買い物の参考にしていただけると嬉しいです。まずはガーリックシュリンプ&プルドポーク。新商品ですし、連休じゃないとガーリックの食べられないので買ってみました。2種類のメニューが食べられるのは嬉しいですね。ガーリックシュリンプはフライパンで温めてレモンを絞ります。プルドポークはこのトレーのままチンもできるみたいなんですけども、10分もレンジにかけるのはちょっと心配なので、私はお皿に移しました。ちょっとやりすぎた感じかもしれません。コーンビーフを固くしたようなポークフレークです。付属のソースはケチャップに近いお味です。どちらも美味しいんですけど、味が濃いのでお酒を飲まない子供には不評でした。しかもうちの家族はエビの殻を剥くのを嫌うので、私がやって差し上げてます。連休私も楽したくてお惣菜にしたんですけどね。あとブラックベリージャムも作ったので、それも添えてます。マスカルポーネロールがセールだったので買いました。ディナーロールよりもしっとりして風味も甘みもありますけど、私はディナーロールの方が好きです。クリームチーズはポーションタイプを買いました。いつも買ってるキリの方が1個あたりの単価は安いんですけど、ラスカスの方がグラム数が多いですし、開けやすくて使いやすいです。いつもミニブリーとミニカマンベールとどちらを買おうか迷うので比べてみました。お値段もそんなに変わらなくて、ミニカマンの方が少しお高いです。ミニブリーは15個入り、ミニカマンは10個入りです。どちらも1個あたりの重さは 25g です。硬さはどちらも同じですけど、ミニカマンの方が滑らかで、ミニブリーの方がしょっぱいです。私の好みはミニカマンです。こちらも新商品のファラフェルサラダ。ミートボールのようなものはお肉を使っていません。 IKEA のベジボールみたいなものですけど、こちらは豆が多めなので少しパサつき感があります。コストコチックな独特のスパイスが香ります。タヒニソースもフムスもどちらも合います。レタス以外の野菜はオレンジ色のは人参で、赤いのは紫キャベツとビーツの両方とも甘酢漬けで美味しいです。セサミベーグルに挟んで食べても美味しいです。セサミベーグルはサンドイッチ用にスライスされているので、軽く温めて具材を挟むだけです。別に挟んで食べなくてもそのままでも美味しいです。セサミベーグルはカナダのですね、コストコの丸いベーグルよりもきめ細かくしっとりしています。美味しいんですけど、ごまがすごくこぼれます。袋に残ったごまももったいないので、ごまあえとか作りたくなりますね。今年もコールドブリューコーヒーがお安くなってたので買ってみました。昨年のパウチタイプのは酸味が強く感じましたが、これはバランスよくて美味しいです。コーン缶はリピです。これはストックが切れたら買っています。箱の作りがとても親切で、一缶ずつ取り出しやすくなっていますけど片手で撮影していたのでちょっと出しにくそうに見えますけど、両手でやれば大丈夫です。ジップロックコンテナに移してます。サラダや炒め物にも便利なんですけれども、今回は野菜スープに入れました。子供が好きなので結構たっぷり入れちゃってます。
コンビーフも便利ですね。これは脂肪分が 50% カットということで、炒めるときに油を引かないとちょっと焦げつく感じはします。ねじねじじゃなくなったのがちょっとつまらないという意見もあるんですけど、泣きやすさは抜群なので私は気に入ってます。キャベツと炒めるだけで一品できちゃいます。こちらは休日の朝ということで遅めの朝食です。コストコ縛りですね。おかずは発芽大豆ときゅうりのサラダとコーンビーフとキャベツの炒め物、サンバゾンのアサイドリンクとコールドブリューコーヒーと野菜スープです。デザートはいただき物の桃です。ベーグルは今回プレーンとブルーベリーの2種類買ってます。大きいので私は半分でお腹いっぱいになっちゃいます。16国はリピです。何度もリピしてます。お米2合をいつも通りの水加減にしてから、このスーパーフードミックスを1袋加え、お水も 60cc プラスします。軽く混ぜたら炊飯器で普通に炊くだけです。休日の朝は娘以外はパンなので、晩ご飯はなるべく和食にしています。厚揚げとインゲンの肉味噌炒めには大豆ミートを使っています。最近のコストコはビーガン用が増えてて、大豆ミートもあったんですけども、ストックがまだあるので今回は買っていません。おからパウダーもダイエット番組で紹介されるたびに店頭から聞いちゃいますね。今回コストコでこんなにたくさん山積みだったのはちょっと初めて見たんですけど、ちょっと使い道もいろいろあるので買いました。このままコーヒーやヨーグルトにプラスするだけでダイエットになるらしいんですけども、美味しくはないですね。ブルックサイドアソートチョコレートはアサイ&ブルーベリー、ブラッドオレンジ&ピーチ、ザクロの3種類入りです。アサイ&ブルーベリーだけが20袋入りで、あとは10袋ずつです。粒の大きさはバラバラですね。なので数もバラバラです。中はグミみたいなものが入っていますけど、酸味がチョコとよく合います。オランジェと似てますね。私オランジェが大好きなんですよ。4種のチーズの詰め合わせはニューヨークの行列ができるお店のものということが書いてあったので買ってみました。フラッグシップとニューウーマンとマルコポーロとダッチフォロードルチェっていう名前のチーズが4種類入ってます。今回2種類だけ切ってみました。フラッグシップっていうのはちょっとこうホロホロっとこぼれる感じでナッツのような風味があります。それからあとマルコポーロ、これはブラック&グリーンペッパーが入ってるってことなんですけど、そんなに辛いわけじゃないんですけど、アクセントでどちらもホロホロと崩れるんですけれども、滑らかで美味しいチーズでした。お酒はハイボールです。炭酸水はペリエが売り切れていたので、今回はサンペレグリノ。これはダイゴさんが動画内で飲んでらっしゃいますよね。これも紹介するまでもないんですけど、国用のキャンバスノート10冊セット798円です。娘は真っ先にピンクから使っていきますね。私は科目ごとに色を変えてたりしてたんですけど、この科目シールは子供たちも私も使ったことがないですね。トイレットペーパーは主人が使ってみたいということで業務用のを買ってみました。カークランドのが大人気なんですけど、ふかふかしすぎるせいか家族が詰まらせてしまうんですよね。もうカラカラって大量に巻き取る音が聞こえるたびに一
とビクビクしちゃってたんですけど、これはあのサービスエリアとかで使われているようなのと同じで、うん、ペラペラのシングルなので、まあ、ちょっと安心ですけど、やっぱり私はカークランドのふかふかしたのを使いたいですね。うん、結び目がないので、あの切るときはあの両手で押さえながらやらないとちょっとだらしなくなっちゃうので、そこは注意ですね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。概要欄にご紹介しきれなかった購入品の簡単なレビューやお値段を載せています。お買い物の参考になれば嬉しいです。